今回紹介するスレはこちら。この子めちゃくちゃ可愛いな。表情が多彩でコミカルすぎる。今後が楽しみだ。重役のおっさんに変装して成り代わるシーン今から楽しみ。ウィキに書いてあったんだけど、この子今の髪の毛自体が偽物で本当はつるっぱげらしい。変装の達人が生かされるのは多分次の4話やろうな。そういえば3話公開されたね。ああ、早く救出するとき見させてくれ。麦野の優しさ。挿絵の時に比べたらもっと陰キャぽくなってるね。2話までなら今公開されてるから見た方がいい。うお演技力すげーってなるから。若干気になるから詳細を画像検索かけても麦野って名前で検索かけてもヒットしない。とある外伝の一つである、とある暗部のアイテムの花の蝶美ちゃん。最近漫画3話目が発売された。第2話ならここから見れる。とあるのスピンオフかありがとう。本編読んでないからどこまで楽しめるのかわからないけどこの子はすごい気になったので読んでみるありがとう。アニメでアイテムのメンバー知ってたらもっと面白くなると思うけど楽しんでください。ここだと最後までネタバレ知ってる人多そう。映画でターゲット説明のシーンも少し省けるんじゃないかって、あれ少し助長に感じた。なんとは言わんがガチで麦野の気迫に押されてただけなのくさ。魔王って子でビビってたけどアレスだったら面白い。怖い、これは訓練されてもビビる。読んだけどことあることに花野が電話の声連呼しててなんか露骨だった。一応電話の声から推薦されてアイテムのメンバーとはその時点で面識ないから、知ってる人である電話の声に反応するのは多分間違ってないから怪しまれない普通の反応なんだろう。これ漫画になったんだ。ただストックが少なすぎてアニメはまだ無理そうか。IFに CV 付きで先行実装してもいいのよ。すでに CV 村川理恵であろうことが予想される子。あの声が本人だと思うの？自分のダミーを何人も用意するような人だぞ。肉声さらすわけがない。自由自在に声変えられるし。まあ実装されるならあの声なんじゃないすかね。小動物みたいでいいよね。公式。ツイッターでこの姿を演じたのは麦野の庇護欲を刺激するためだって書いてあってはえーってなった。裏切りさえしなきゃ仲間意識は地味に高い。フレンダ殺したのはカッとなってやっただけだからな。裏切り者は粛清なんて意識で流行ってない。クソみてえな言い訳しまくって激凛に触れたんだろうな。あの時ハマズラでイラチ限界突破してたししゃあない。麦野怖いからな。能力抜きのフィジカルならレベル5最強まであるし。この時の講座凍結って結局なんだっけ？そんな麦野に対して初日新加入の二人がどっちもズケズケ言うタイプなのが、割と嬉しそう。キヌハタフレンダ花野のさんバカ感すごい。本人丸着声のひそひそ話のシーンとか、これは惚れるわ。タバコにビールに足踏み。これどこのやつか教えてください小説？とあるアイテムのエンディング学生の見た目でタバコにビールいいよね本当にかっこいい。ガン決まりすぎでは？こんな能力欲しい。お手軽 TS みたいなもんだし、現代日本ではるかに使える。能力じゃなくて技術だから地味にきついぞ。胸元に隠したシーンも早く漫画で見たいのは俺なんだよね。あの不敵で笑う表情は続々来るでしょう。ギャップいいですね。あれおっさんのカレー臭までコピーしてると考えると泣けてくる。ウィッグとかコンタクトとかはわかるけど身長はどうしてるんすかね。学園都市の、超技術。便利だな超技術。まあ、その超技術を使いこなすための技術とかもいるけど、事前に資料があるとはいえなりきる相手に完璧になりきるのはかなりの技量だよな。すごい、ワンピで言う勘十郎タイプ。誘拐に対してなんでみんな当たり前のように話してるの？他のメンツはともかく実験室から脱走したばかりの絹旗も同じような思考でビビる、一方の考え方と同じってわけか。この子が実は死んでいなかったとに行方をくらました件については裏切りと捉えていなかったのかどうかなぞ。あの子は人のこと打つのに躊躇ないからな。とりあえずで入った任務で最愛ちゃんゲットは美味しすぎない？そしてここから本編ルート入った夜鳥ちゃんかわいそうすぎない？夜鳥じゃなくて黒夜緑な。5月計画あたりそこまで詳しくないけど、ゲット当時夜鳥ちゃんはどこにいたの？もしかして選ばれなかったとかある？アンチスキルが保護というか研究所破壊した犯人として捕まえたんじゃない？
その後は警察監視みたいに収容中に暗部にスカウトされた感じの。夜鳥じゃなくて黒夜緑な。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。